皆さんおはようございます。今回の動画は7月1日土曜日に行われた皇后杯岐阜県予選決勝の地弁 FC フロールさんの動画になります。この間の週末、刈谷の試合だったりとかで結構バタバタしてしまっていて、動画が出るのが遅くなってしまいました。中池川蝉スタジアムに足を運んで地弁さんの応援に行ってまいりました。今回は刈谷のサポートさんたちも一緒に応援に来てくださって、非常に楽しかった、嬉しかったサッカー観戦になりました。結果は出ているんですけど、初めてこの動画で内容と結果を知るという心構えで、この後動画をお楽しみください。では動画の方を流していきます。よろしくお願いします。皆さんお疲れ様です。皇后杯岐阜県予選決勝、地弁 FC フロールさんと帝京大可児高校さんとの試合は0対2で地弁 FC フロールが敗れました。勝てば東海予選に進出ができる状況だっただけに、かなり悔しい敗戦になりました。結果的に勝てなかったところは反省しないといけないかもしれないんですけど、プレーしてくれた選手たちは準備段階を含めて今日の試合でできる最大限のチャレンジをしてくれたと思っていますので、そこはすごく頑張ったねっていう風に伝えてあげたいと思います。試合の流れの中で先に1点決めるチャンスも、作れたと思いますし、決めきれなかった部分はまた次に向けて、課題としてチームで取り組んでリーグ戦でゴールを決めて勝利できるようにしていってほしいなと。試合軽く振り返ると、皇后杯の岐阜県予選決勝は岐阜県の強豪高校である帝京大可児高校さんとの一戦となりました。去年と同じ対戦カードだそうです。リーグ戦も被ることがないので、ここ直近での対戦は、なく、お互いシステムとか戦術などが、よくわからない状況での試合になったんじゃないかなと。ただ今後もこうしたゲームはたびたび訪れると思いますし、試合の中で、相手を読み解き対応していく訓練になったんじゃないかなと。相手は非常にアグレッシブな、プレッシングを駆使してきて、コレクティブに戦う意思も、読み取れる非常に優れた良いチームだったと見て感じております。相手の圧力も高い中、なかなかねボールをゴール前まで運べるシーンは多くはなかったんですが、地弁さんの優れたシーンもあり、相手の自由を奪い主導的にボールを動かしながら崩しきれるシーンもありましたし、練習の成果を感じられる要素が、多々ありました。こう日々選手たちに植え付けている地弁さんのサッカーコンセプトっていうのは確かな血肉となり、チームを強化してくれていると、本当に監督やコーチの指導の賜物だと思っております。ゲームに関しては長い時間で見たら、意図的に自分たちでボールを動かすことが難しくて、試合を通して相手に、2、3回のチャンス、それを決められ地弁さんに 0.5 チャンスくらい、それを決められなかった、押し返したかったんですが、今回はそういった結果にならなかったことを残念に思います。選手たちはしっかりとファイトして戦っていました。割り切らなければいけないところはしっかりと共有して、球際のところで負けないという気概も見せてくれました。ただやはりこう結果が欲しかったわけで、ビルドアップとか崩しまでの過程は良いシーンも多かった印象がありますけど、やっぱり点が入らないと勝てないので、点が入って初めていい攻撃です。前半2点先行された後、
反撃を続けたんですけど、最後の精度と迫力を欠いてそのまま0対2で敗れました。今のジュベンさんの課題の一つはやっぱりゴール前のところですかね。最後のところの質とかアイディアとか球際の迫力であったり強さとかそういう部分はこれから伸ばしていかないといけないんじゃないかなと思います。勝つことはできなかったわけですけど、ここで谷を作らずにリーグ戦はまたすぐ入ってきますので、そこで勝利できるようにしっかりと準備していってほしいです。チームとして上積みする大事な試合だと受け止めて、次勝利目指して頑張っていきましょう。勝負は常に紙一重であり、うまくいく瞬間、うまくいかない瞬間はほんの些細な部分に委ねられることがあります。そうした部分をチームで感じながら乗り越えて、チームとしての経験値を高めていく作業が必要になります。今は多くのチームと対戦する中で、対戦相手に応じた対応を行うとともに、その中で自分たちの強みを発揮できる構造を、磨き上げていく段階に入っているんじゃないかなと感じております。悔しいゲームにはなりましたが、この試合で選手一人一人が感じたことだったり、確かな手応えとともに課題をね、成果と捉えて次の戦いに備えていってほしいなと思います。勝ち負けは結果論なので、そこの部分に対してどうこう思うこととは全くありません。選手の皆さん、普段の練習から頑張って取り組んでいるっていうのが試合を外から見ていて十分に感じられますし、あとはやっぱりジュベンさんのサッカーって本当に面白いんですよね。勝ち負けももちろん大事なんですけど、それ以上に魅力のあふれる面白いサッカーを展開してくれるから応援したいというふうに思いましたし、今回の試合を見て改めて感じました。やっている選手としてはやっぱり結果、勝つということに重きを置いているかもしれないんですけど、何回も口酸っぱく言ってますけど、楽しみながらその先の勝利を目指してチームみんなで全員で頑張って戦っていってほしいです。それでですね、ジュベンの皆さんにはもうお渡ししたんですけど、今回サプライズというか、隠していたつもりはなかったんですけど、新しく横断幕を作らせていただきました。皆さん、横断幕の言葉の意味は分かっていただけたでしょうか。ジュベンの選手の何名かが読み方を間違えていたので、しっかりお姉さんたち教えてあげてください。多分今ここら辺に画像が出ていると思うんですけど、今回はアンチェインマイハートという横断幕を、作りました。自分らしさだったりとか自分の思いとか感情を解放して自由にプレーをしてほしいっていう、簡単に言えばそういった意味があるんですけど、一人一人がそれぞれに魅力あふれるいい子たちがサッカーに取り組んでる姿を見て、今回こういった言葉を選ばせてもらったんですけど、リーグ戦を何試合か見てきて、対戦相手の横断幕とか見ててムーブ音1枚じゃちょっと悔しかったんで、今回作らせてもらったんですけど、今後も不定期におのずと横断幕は増えていくと思いますので、ジュベンの皆さん、ぜひ保管が大変だと思うんですけど、ぜひもらってやってください。実はもう1枚デザインというか、あとは発注するだけのものが1個できてるんですけど、今後も勝手に横断幕作成チャンネルとして頑張っていこうと思います。あまり期待せずに待っていてほしいです。であと最後に、今回皇后杯の岐阜県予選の決勝の試合に、その日にもう動画で上がってるんですけど、 FC 刈谷が岐阜で全社の東海予選を戦っていました。その後にジュベンさんの試合を見に行ったわけなんですけど、多くの刈谷のサポーターの方が一緒にジュベンさんの応援に来てくださって、東京のおとんとおかんだったり、開幕戦来てくださった白田子さんたちがいたりとか、今回は超優秀なカメラマンお二人にも、足を運んでもらってジュベンさんの写真をたくさん撮ってもらいました。素晴らしい、写真をたくさん撮ってもらって、僕も毎日ニヤニヤしながらその写真を見ております。すごく丁寧にありがとうございましたとか光栄ですっていう風に言ってもらえたんですけど、全く逆で、本当にこちらこそ貴重な時間とお金を使っていただいて、ジュベンさんの試合見に来ていただいて一緒に応援ができたっていうことが本当に嬉しくて、感謝の気持ちでいっぱいでございます。たくさんの人に知ってもらって一緒に応援してほしいと思ってますし、またね、お忙しい方たちだと思うんですけど、機会があればジュベンさんの試合、応援してほしいと思います。本当に今回素敵な写真、試合を見に来ていただいてありがとうございました。次のジュベンさんの、東海大商用さんとのアウェーの試合はちょっと刈谷の試合と被っていて見に行くことはできないんですけど、また月末、セントラル豊橋さんだったかな、次はそこの試合は、見に行きますので、ジュベンさん、リーグ戦折り返しになりましたけど、まだまだ巻き返せると思いますので頑張っていきましょう。ジュベンさん、今後とも末永くよろしくお願いいたします。今日はこんな感じでありがとうございました。お疲れ様でした。